<laughs> ああ皆さん、こんにちは、えー、増田チャンネルご覧いただきまして、ありがとうございます、えー。2月の初め頃だったと思いますが、あこの時間でですね、えー、私の有料のここ一番という、えーまあ、株式市場のアドバイス、えー、売り買いについてのですね、いろんなアドバイスをする <laughs>、えーまあ、情報誌があるんですけども、 おこれにですね、えー、参加した方がいいですよと、おまあ、過去のいろんな実績から言っても、ですね、えー、この私のアドバイスを聞くともかりますよということで、一生懸命、えー、勧誘をしたわけなんですが、まあ、幸い、2月の初めから大勢の方がですね、えー、参加されまして。 えー、まあ2月の最初からですね、は、え、じ、ー、めから私の方のまあアドバイスが始まったというわけです。で2月に入りまして、えー、すぐですね。 えまあ、俗に言う買い指令なんですが皆さん買いなさいと、まあ、いろんな個別銘柄それから日経平均先物いろいろありますので一つ一つの銘柄は言えないもんですから日経平均を一つの基準にしてですね日経平均が上がる下がるというまあ予測をするわけですね。 個別銘柄を買ってられる方も日経平均が上がれば上がるという、まあ、そういう判断でですね、えー、日経平均の上げ下げの予測をするということなんですね。で、2月に入りまして、えー、2万7000、確かあ700円ぐらいだったんですね、2月の初めの頃が。ですから、この2万7000円台は買いですよと。 とということでまずこの辺からスタートしましょうというんでですね、えー、まあ、アドバイスをしたところですね、えーまあ、のここ一番に加盟されますとね、えー、毎日のようにいろんな質問しても構わないわけですから、あその質問を見てるとです、ね、新しく入られた方が非常に積極的で,です、ねえー、私のアドバイスを忠実にです、ねえー、聞いていらっしゃるということが分かりまして。 まあ、いずれにしてもですね、えー、2月の初め、2万7700円、500円、700円、800円ぐらいが多かったですかね、えー、でほとんどの方が買われたんですね。えー、ところがですね <laughs>、えー、2月の24日になってですね、いやー、ちょっとあのビデオ見損ないましたというんで、今から買っていいでしょうかなんていうのがかなりおられましてね。 えー、もうその頃はもう2万8000円台に入ってたんですけども、2万8200円、300円ぐらいまで来てましたかね、えー、2月4日の話ですがあ、それでもですね、まだ、うん、2万、えー、7000円の全般の方なら買っていいでしょうと、心配いらないから買いなさいということで、まあ、買われたわけでとということで。 えー、ここ一番の読者の方のです、ね、日経平均の買ったコストは2万7600円700円あたりからです、ね、高くても2万8200円300円ということになったわけです。で、まあ、私はその時ですね今度はいつ売ったらいいかいくらで売ったらいいかということをまた追ってです、ね、伝えますからと。 いうことになっていたわけですが実はちょっと早く買いすぎた嫌いがありましてそれからあとですね28,500600700と結構値が上がってきたわけなんですが、えー、そうするとまあ皆さんがですね えー、まだ買いでしょうか、あるいはもうここまで上がってきたら、逆にですね空売りをかけたらどうでしょうかなんていう話がどんどん入ってくるんですが、もう絶対に動いちゃいけないと、お買った今のポジションをしっかり持っててくださいと、えー、売りのタイミングは私が追ってお伝えをいたしますとこういうふうに、まあ、あ20日間ぐらい。 えー、皆さん、我慢していただきましたかね、何もしないで、えー、じっと我慢していたわけなんですが、えー、まあ、2月の確か24日ですね、2月の24日にですね、これはもうあの上がってくると。 いうことが分かったもんですから、売りのいわゆるその指令ですね、売り指令と言っていいと思いますが、こういうふうに書いて、ここ一番の方にですね、こういう売り指令ですよと言ってお送りしたわけです。で、まあ、皆さん、えー、2万あ、3万トンでですね、150円から、 まあ、300円ぐらい、えー、2万9000円ですよ、2万9300円ぐらい、このぐらいの間でですね、売れ売れ売れるって言ったもんですから、えー、皆さん、えー、お売りになったと思いますね。で、念のために3回ぐらいですね <laughs>、えー、この動画と、それからテキストですね、えー、この文章でお送りしたんで、えー、ほとんどの方は全部お売りになった。そうするとですね、 えー、大体その、買ったのがですね、えー、買ったコストがさっき言ったように、ですね2万8300円ぐらいですから、で売ったのがですね2万9300円ですから、まあ、こういうふうになりますね。 えー、2万9300円ぐらいで売ったわけです。そうするとですね、まあ、待ちましたけども、1000円ぐらい、まあ、取れたわけですね。えー、それでまあ、皆さん、このお懐にお金が入ったわけなんですが、さあ、次はどうしたらいいでしょうかっていうんですけども、まあ、待ちなさいということでですね、待っていただきまして、えー、まあ、<coughs> 3月に入るとですね、ちょっと調整に入るんで、3月になったら下がるから、買い期をおしいたしますよというふうに言ったわけなんですよ、それが2月の25日でしたかね、そうすると、実はその間にですね、FRB のパウエルさんという議長がいるんですが、この方がですねとんだ間違った証言を、議会証言をやりましてね、 えー、これは問題だと私は思いまして、えー、いろいろ手を尽くして FRB の長老の方と連絡が取れてあれは訂正させないとちょっとまずいことになるんじゃないですかとニューヨーク市場これごたごたしますよと。 だから、早くその訂正をさせるようにしてくださいよというふうにまあ私の方からお願いしたんですね、えー、分かったと、あなたの増田さんの言うとおりだとあの、あの発言はあれはちょっとまずい、間違ってるという話になりまして、これはまあインフレの話なんですけどね、えー、今、10年分の国債とか、 ああ長期金利がどんどん上がってるんですけども、それでもうインフレになるつって、まあ、ちょっと、まあ、そういう不安があるんですが、まあ、これについてパウエル議長が、ですねこれはもう大したことないと、FRB のツールズ、まあ、材料、やり方でですね、えー、できる範囲内だから、気にすることはないぐらいの発言をしたんですよ、これはとんだん大間違いで、えー、今回の、まあ、インフレ、えー、物価が上がって、ですね,ね長期金利が上がってるのは、 あ金融政策によるものじゃないんですよ、つまり金融緩和で、えー、貨幣の価値を落として、えー、それによって、えー、物価が上がるというですねギミックではなくて、本当にこのところトランプ政権、それからバイデン、えー、コロナの対策のですね、 えーまあ、財政出動をどんどんやってるわけですから、これで,です、ねえー、実需が上がったわけなんですよ、ですから供給量に対するです、ねえー、この <coughs>、えー、実需。 う総,総需要というものがですね上がったために、ですね、えー、この金利と物価が上がってきているというんで、ある意味では非常に健全なですね、えー、インフレなんですよ、そのことを言わないで、ですね金融政策でコントロールできるなんていうことを、そんなバカなことを言うと、ですねえらいことになるぞと,、まあ、ということがありましてね、もう翌日、大暴落することが私、分かりましたんで。うん えー、3月に買い場が来るというんじゃなくて、もう今日今日が会話だということで、ですね皆さんに買い、買い、買い、買いって言ってです、ね、買っていただいたわけです、日経平均もですね1200円ですか、1000円ですか、大きく下げまして、えー、アメリカの方もですね400円、400円、都合800ドルぐらい。 800ドルぐらい下げましたけども、そこでですね、えー、買え替えと言って、えー、買っていただいたのが、<laughs> ちょうど昨日の話なんですよ、えーつそ、これから先どうするか、続,いた続きの話は、ちょっと一服して、皆さんにまたお話し,します。